し行こうかな。おいしいご飯だよ。頑張れ頑張れ。初めてだね、食べるのね。全然動けます。動きます。これは今はプレリーフードのふやかしね、はい、あっちはライフィアピーっていうウサギさんの食欲のない子にある粉のやつね、はい、あっちの方が美味しい。美味しい。まあこっち食べたら方がいい、 いいから最初にこっち食べよう。コリコリ、マリマリしない。サングラムでも美味しいし。おおおおおおおどこへ行く、伸びたの。大丈夫、伸びてる。だって私が鼻にそう。やめやめ、あんまり食いそうだと思う。やめた方がいい。何分やった？まだ1分、3分。どうしない。だからやだ、離れてるの。山ちゃん。立つの？やだ、だ。立つの？立つの？食べれるね。もぐもぐして、もぐもぐして。食べれるね。うん、口の中入ってないよ。もぐ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 して。上手上手。上手上手上手。お家でさ、呼吸ってどうですか？じっとしてるのが別に呼吸が早くなる。何もないです。本当に何もなくて、ただじっとしめてる。じっとしてた。あれ、食べれたね。サングラム食べた、うん、全部やらなくてもいいからね。ちょっとこれ美味しいやつ、美味しいやつ食べる？美味しいやつ食べる？いいじゃん。美味しいやつどう？オッケー、はい。やっぱりさ、そんなに急に なんか調子悪くなければさ、なんかアクシデントがあるから、うん、でこのレントゲン見るとさ、そんな1日で肺がいうふうに白く見えるのはさ、肺出血か肺水腫か肺炎なんですよ、うん、でも肺出血ってさ、交通事故とかにならないと、ならないから、うん、肺炎か肺水腫。でも肺炎だったらね、あそこまでなる前にやっぱり鼻水とか目やにとかね、うん、そういう呼吸器症状が出てくる、うん、急になるのは排水腫、うん、だからあの心臓が悪くてなるケースと、うん、あとは感電でなるケースが多い。それだと急にそれは口の中までよ、もうすっごい白いからさ、うん、白い、うん、もうすぐにしていこう。おしまい、食べれたね、はい、じゃあ吸入酸素。